皆さんこんばんは、大成 TV の神武です。今日私はですね、生駒市にある宝山寺の、万灯会にやってきております。でね、私が書いた灯籠もあるので、今日はですねちょっと写してみたいと思います。それでは探しに行ってみましょう。イカもすごい。これうまいな。なかなか自分のが見つかりませんね。そろそろ限界だわ。これいいね。これイライラしたんかな。あ、イライラしないのか。びっくりした。イライラしてるのか。あった。ありました。大成のマークがあります。はい、奈良の鹿を描いてみましたけど、ちょっと色が薄かったようですね。やっぱり色鉛筆で描いてるんで。色が薄い目でした。あら、ほんまや。これ僕のですわ。やっぱり怖いんだよね。最近使ってやってるのね。だから奈良さんの駅近いやつもかわからない。
はい、そんな感じで今回は宝山寺万灯会でした。大成 TV。